タイラジオ教務所の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。名古屋大学経済学部志望の数学をできれば武器にしたいものです。文系数学両門プラチカと上級問題成功ではどっちの方がいいですか？あと2つの参考書の使用目的特徴解説など分かりやすいどっちかなどを知りたいです。プラチカの方がどっちかっていうと覚える系ですね。で、上級問題成功の方が考える系だと思います。だからその難関の大学の典型問題もう見た瞬間解き方分かるようにしたいとか、その解けなきゃいけないような問題をこうまあ、解けるようにこう解法を結構叩き込みたいみたいな人だったらプラチカの方が良くて、でちょっとやっぱその問題文とか読んで自分で式作って考えるみたいなことを結構訓練したい人だったら上級問題成功をやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なのでそのプラチカの問題が解けるレベルになった人が上級問題成功やった方がいいんじゃないかなとは思うかなって感じですね。慶応大学法学部志望の場合、ファイナル難関大編は範囲全てやるべきですか？一度飛ばして、正誤問題や会話文特化してできなければ戻るという形でもいいのでしょうか？いいですよ、うん、まず優先順位1はやっぱ過去問なんですよ。で、過去問やってその、まあ、ファイナルの難関は正直余裕があったらで、まあ、次の優先順位はやっぱ分野別かなとは思いますので、まあ、取れないところから優先的に潰していった方がいいかなっていうふうには思いますね。武田塾生です。3ヶ月ぐらい通ってるけど成績が伸びた気がしません。どうすればいいですか？3ヶ月間の勉強をもう一回指導報告書と参考書を振り返ってみるべきだと思いますね。本当に何も成績が伸びてないのかちゃんと一回検証してみた方がいいと思います。まあ例えば英語とか数学だと模試の結果が出ないっていうのは全然あり得ると思うんですよ。やっぱ例えば英語だったら長文にまだ入れてないとかね、3ヶ月とかだったりすると、あるいは入ってるけどやっぱまだ点が取れるところまで行ってないとか、まあ、数学もやっぱその答え見たら分かるけど自分じゃ解けないからやっぱ点数になってないとか全然あるとは思うんで、やっぱりやってて伸びないってことはないですよ。ただ成績出るところまでまだ行ってないかもしれないってだけかなっていうふうに思います。ただ宿題をずっと不合格ですみたいな状態で伸びてる気がしないですよ。じゃあそれはそうだろうって話になるんで、やっぱそのちゃんと3ヶ月間どういうことが身についてるのかってもう一回見直してみた方がいいですね。寛大の日本史で山川の一問一答の星なしをやるのはオーバーですか？まあいらないとは思うけど、まあ絶対出ないとも言えないんで、まあ基本過去問やって、まあ、出たら覚えるぐらいでいいんじゃないかなっていうところですかね。はい。まあただその一問一答の星なしって大した量ないからね、不安ならやっちゃえばとは正直思わなくはないけど、基本いらないとは思いますよ。慶応経済小志望は最低でもいつまでに一大ルートを突破しないといけないのですか？来年浪人したら次第も新テストに変わっちゃうのですか？最低でもっていうのは正直本人の頑張り次第だからいつまでとは言わないけど、目安としてやっぱりその目標は夏8月末の時点でマーチ突破が目標なので、で最低でも日大は突破しててほしいっていう感じですかね。だからまあ最低でもっていう意味ではやっぱり8月末かなっていうふうに思います、受験学年のね。まあ、早ければ早いほどいいのはに越したことはないですね。で、新試験に関しては来年は変わりますね。はい、次第も変わります。もう早稲田とかは発表してるけどね。うん。変わるんで新試験の対策が必要になります。そこは移行期間とかは今回はおそらくないかなと。点数とかの部分ではあるかもしれないけど、まあ、形式に関しては、まあ、センターがまずなくなるのは確定なんでね、新試験に変わるのが、まあ、一般の方も変えていくだろうなっていうふうには思います。どこまで変わるかは大学次第だけどね。はい、といった感じですね。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。